職務経歴書や、中途採用面接を受ける上で内容や振る舞いなど気をつけた方が良い点があったら教えてほしいです。前職時代はベンチャー企業でカスタマーサクセスの責任者を務めていました。今転職活動で受けているのもベンチャー企業のカスタマーサクセス、職ですということですね。はい、転職の際の面接とかっていう話ですよね。まず企業が、まあ、その担当者レベルにすごくよるんで、僕の意見で言うとですね、やっぱりあの受け答えがまずはっきりしてるのは当然じゃないですか。で、常識力があるかどうかっていうのも当然ですよ。だからみんなこれ同じことやってますんで、基本的には。で、あのどれぐらい御社に憧れてたか、褒める、会社を褒められて気分が悪い人はいません。ちょっとおべんちゃらだなって思うレベルでも僕はいいと思うんですよ。みんなが言いそうなことじゃなくって、実は店舗にも行ってきました、で、こんな感じでした、カスタマーサクセス一度お世話になったことがあるんですよと。で、まあ、こうで言ったらダメなのが、私はもうちょっと改善点としてこういうものをするべきだと思ってて、それを活かせたらと思いますってことは絶対言わない方がいいです。あの印象悪いです、はっきり言って。あのね、自分の会社のダメなところを指摘してくれるから、この人材はすごくいいかもしれないって思う人いないんですよ。自分の会社は一番すごいと思ってて、すごい上から目線であなたのことを見ていると思ってください、基本的に。なので面接をする人っていうのは、あんたより偉いんだぞっていう気持ちが少なからずあります、はっきり言って。なんならこの改善点があるなんていうのが、ひよっこの、ね、新人が入ってきて、この改善点ありますって言ったら腹立つじゃないですか。それと同じなんですよ。だから入ってきた時に、なんかそれが言えなくて要求が通らなかったら、この子辞めちゃうんじゃないかなって思っちゃうんで、基本的にそれは言わない方がいいです。で、受かる方法は、私めったに辞めませんということを伝えることですね。あの、結構私耐性が強いですと。例えば人間関係とかストレスで辞めるってことはほぼないと思っておいてくださいって宣言してください。そうすると採用率がグググググって上がります。はい、あのね、企業が一番嫌なのは、採用した瞬間からなんか不満言われて辞められるとか、そこなんですよ。長く続けてくれて、あの成果を出してくれる人が欲しいと思ってるんですね。で、特に人間関係で辞める人がほとんどなんですよ、転職でね。って考えると、そういう痛い目にあった人だから、求人をしてるってことは多分辞めた人がいるんだと、その理由にならないことを言ってあげるっていうのがすごくポイントになりますね。はい。